笑顔あふれる子どもたち、そんな日々の成長を喜ぶ一方で、誰もが不安や悩みを抱えながら子育ての方法を模索しているのではないでしょうか。文京区では教育センターと幼稚園、保育園、子育て広場などが共同連携して、すべての子どもたちの健やかな育ちを応援するための子育て支援プログラム、文京版スターティングストロングプロジェクトを行っています。この番組はその一環として、すべての子どもたちの幸せを願い、子どもたちの心と体を育てるための情報を発信する子育て応援番組です。第1回のテーマはアタッチメントの形成です。乳幼児期の成長の原動力、それは大人との間に築かれるアタッチメントです。このアタッチメントこそが心身ともに健やかに成長するための基盤となるのです。そこで今回は、子どもたちがアタッチメントをしっかりと経験できるように、親がどんな心構えを持ったらいいのかについてご紹介していきます。解説していただくのは、東京大学発達保育実践政策学センター長で、子どもたちのアタッチメントの形成や社会性の発達に関する研究を行っている遠藤俊彦先生です。今回お邪魔したのは、文京区内にある大塚保育園と本郷保育園、そして子育て広場江戸川橋です。それでは早速、可愛い子どもたちの様子を遠藤先生と一緒に見ていきましょう。子どもが豊かに育つという時にですね、子どもの周りの大人の人、あるいはまあ仲間ですね、そういった他の人とどれぐらいこう豊かな相互作用ができるかというのが、そのまま子どもの豊かな育ちにまあつながります。じゃあ大人はどんな心構えを持ったらいいのかということなんですがですね、よくそこで使われる一つの例えというのがですね、一つは安全な避難所であろうということです。まあ、避難所というのは、子どもが怖くなって不安になった時にちゃんとそこに駆け込んだら確実に抱っこして慰めてもらえる、そしてそこでこう安心感を得ることができる、まあ、それが避難所の役割ということになります。そしてそこで一回感情を元通りに立て直して安心感を得て元気になった時に、今度は同じ人を安心の基地にして、そこから子どもたちは、あらゆる不安から解放されて遊びに出かけていくことができます。カメラが近づいたんでですね、少し不安になったのかもしれませんね。こうやって不安になってですね、怖くなると、それこそ信頼できるですね、大人の人、まあ、この場合は先生にくっついて、そしてですね、子どもは、そこでですね、慰めてもらうということになります。抱っこされる中で、まあ、次にまた遊びに出かけていくための燃料をこうやって補給している、まあ、そんなふうにですね、見ていただけると、まあ、分かりやすいかなという気がします。まあ、ご家庭でも基本は同じですね。要するに怖くなったら、子どものその崩れた感情をまあちゃんとまあ受け止めて元通りにしてあげる、まあ、一旦元気になったら今度は基地の役割、その元気になった子どもの背中や肩を押してあげてですね、まあ、一人で遊びに出かけていけるようにまあちゃんと応援してあげる、まあ、これがすごく大切なことだと思います。子どもの言葉に大人がこう決着をつけるんではなくて、子どもが発した言葉に、なんていうんですかね、返答、答えをすぐ出さないとか、子どもたちの、思いとかをこう引き出せるようなやり取りみたいなのができると、よりお子さんのことが理解できるかなっていうのが、例えば絵本を題材にしたりだとか、保育園であったこととか、その日あったことをきっかけに子どもがどんなことを感じたかなとかいうのを探るとか引き出すみたいなやり取りができると、
楽しいかなというふうに思います。愛に子どもの、ね、気持ちに決着をつけないっていうすごく印象的な言葉がありました。子どもの育ちというのは自発的に物事を考え、そして、自分で、まあ、主張していく、そういうふうな中でですね、まあ、より豊かに開けていくところがあります。大人は答えを与える人ではなくて、一緒に子どもと対話しながら考え続けて、まあ、あげる人、そういうふうな役割を果たすということがすごく重要なんです。先生は多分そういったことをですね、まあ、おっしゃっていたのかなという気がします。こういった地域の広場や児童館などにスタッフが出向いていって、子育てにちょっと役立つ豆知識みたいなのをお持ち帰りいただけたらいいなと思って行っているプログラムです。何していいか分からなかったりするので、ここでなんか皆さんに遊び方とか教えてもらえるのはやっぱりすごくありがたいです。おむつも替えてるんだけど泣いちゃったりする時はあるんで、結構その時あんまり遊び方とかも多分妻に比べて分からないので、自分も一緒に楽しむことですからねかな、楽しんでる ね。まあ、最後のお父さんが、ね、おっしゃっていたようにですね、自分も楽しむこと、ね、これが多分本当に子育てのですね、多分基本中の基本ということになるんだと思います。まあ、ネットを検索すればですね、子どもを泣き止ませるために何をしたらいいか、いろんな情報を集めることはできるかもしれません。じゃあ、それをそのまま自分の子どもに、まあ、実践してうまくいくかというと、なかなかうまくいかないことの方が多いかもしれませんね。それよりも自分自身がやっていることに対して他のお父さんやお母さんたちから、まあ、いろんな意見とか感想をもらったりですね、そういうやっぱりこうその育児の当事者としてのですね、そういうふうな、まあ、場の共有というのが、実際それこそ、ね、お父さんなんかも、ね、すごくこう、子どもに関わりたいけれどもなかなか関われないっていうふうな悩み、まあ、そういうものを、ね、解消していくのに、実は一番のですね、大きい、ね、鍵になるのかななんていうふうに、まあ、思いながらですね、まあ、今のですね、映像を見させていただきました。大人と子どもの関係を考える時の、まあ、一つのヒントになるものに安心感の輪というふうな、まあ、考え方があります。子どもの日常生活は言ってみれば、この輪っかの上をぐる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 と回り続けるような、まあ、ものです。私たち大人はちゃんと避難所の役割を果たす、ね、崩れた感情を受け止めて立て直して安心感を与える、そして元気になったら今度は基地の役割ですね、子どもたちの、まあ、背中や肩を押してあげて、いろんなものに、まあ、チャレンジできるように応援をしてあげる、そういう中で輪っかは確実にうまく回ることになると思います。そして子どもはその輪っかをどん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 広げて、まあ、言ってみれば自立性という感覚をどんどん身につけていくことになるのだと思います。子どもたちが大きくなって親から離れる時間が長くなっても、安心して自分の道を歩んでいくことができるのは、これまで育んできた大人との絆があるからこそ。子育て真っ最中の皆さん、早速今日から実践してみてくださいね。文京区には保護者と就学前の乳幼児が安心して遊びながら他の親子と情報交換や交流を行う場所、子育て広場が5箇所あります。広場には指導員もおりますので、子育てについて困っていることや不安なことなどお気軽にご相談ください。なお、利用時間などの詳細についてはお近くの子育て広場までお問い合わせください。